今日は土用の丑の日です。広島市内の飲食店ではスタミナをつけて暑さを乗り切ってもらおうと朝から大忙しです。特製のタレをまとい、香ばしい香りを漂わせながら焼き上がります。広島市佐伯区の飲食店では土用の丑の日に合わせて今日はうなぎのみを提供します。愛知県産のうなぎを丸々1匹使ったうな重が人気で、持ち帰り用を買い求める常連客の姿がありました。体力つけるためにっていうのはありますよね。しっかり食べて元気つけてもらいたい。店では今日1日で500匹ほどを焼き上げるということです。